スタートしました。ほぼ揃いました。先コーラス石場の上、まずコーダッシュは10番スイートジュエリー。各馬の出方を見ます。 8番、ケビン・ドゥー、行き足ついてダートへ、内から2番のリュンヌがかわしていきました、リュンヌ先頭、ケビン・ドゥー2番手、さらに内からエスケープマジック2番手にかわして上がっていきます、スイートジュエリー4番手、これに接近する3番、アドマイヤ・サガス、外は15番、サクラ・シャイニーと4番手グループ3頭です、その後中段に11番、マルカ・バッケン、16番、セレス・ハント、トップハンで2頭並んで追走うで、内からは7番、トキノエクセレントが接近していきます、3コーナーのカーブに向かうところ、あとは中段から後ろ、12番、スノードラゴン、外を回って、5番、ダッシャーワンドアクシス13番 6番東方チェイサー後方3番手4番名将土山最後方は9番京和マグナム離れています4コーナーのカーブへ先頭ここで変わります3番アドマイヤサガス先頭に変わって400を切りましたケビン・ドゥースイートジュエリー3頭広がって4コーナーから直線その後時のエクセレント4番手内を狙っています外からはマルカバッケンの追い上げで直線コースの攻防3番アドマイヤサガス先頭並びかける10番スイートジュエリー200を切ってスイートジュエリーがかわして先頭に変わるあとはマルカバッケンスノードラゴンが勢いよく追い上げて時のエクセレントと前のスイートジュエリー迫っ できた一気に12番、スノードラゴンとらえた時のエクセレント2番手に上がるか、スノードラゴンゴール。